お疲れ様です。今日ですね、こちらペッカバルーンやっていきます。ということで、ちょっとね、珍しい、なかなか見ないようなデッキなんですけども、まあ、スケドラが強化されたことによる生まれたデッキなのかな。まあ、世界一桁でね、使ってる人がいます。このニココっていう、まあ、海外の、まあ、何使いかって言われてちょっとむずいんですけど、まあ、何でもうまいプレイヤーですね、はい、が使ってるんで、やっていきます。さあ、ということで、ちょっと高回転ですね。スケコウモリ、レイジア、ディガー、地味高回転だと思うので、まあ、ペッカをたくさん出すプランもあれば、ぶっちゃけ出さずに、まあ、ディガーバルーンで無限に攻めるパターンもあると思うんですよね。そこは対戦相手によって立ち回り変わればいいかなということで。あー、残れでかい。さあ、レイジじゃねえわ、ミニペヤナメか。お前スパーキーやないかいっていうデッキしてますね。これさ、あー、ロキコだったんか。お、う、間に合い、にゃー、よー、でかっ。スケドラのカットし、あー、マジで。レイジ縛りました。なんだこれ、ロケコールブレイカーの、やーの雨ね。相手もだいぶ回転早いですけど、コウモリかなんか消えたよな。ロケココウモリじゃなかった？ロケコにヤナアメ、コウモリにレイジー、グッドゲームってことでいいかな。さあ、ペッカはちょっとお留守番でもいい気がする。なんか小物チック、あー、ありがてちょうど出てきましたね。あー、相手もはっつって、メガナイトにペッカーつって全部これ、あ、うまい。それでも別にこれ連れてこれるよな。え、やばいやばいやばい、こいつ化け物だうますぎる。さあ、これはまあ仕方ない。まあ、あれを、いや、そう、オールブレイカー釣りね、思ったのよ。うっ、いや、俺の好きが微妙。いや、でもまあまあ、いちいちね。いや、バチッコ上読みリガーでね、ペッカとかメガナイト逆サイに釣る戦法はね、昔プロ選手やってましたね。誰だったっけ、マジルーデン、ハービー、マジそうあったな、懐かしい。さあ、まあ、ヤナメ打って多分相性ものすげえいいと思うんですよね、これ。踏むだけじゃないかな。さっきのプレイとかされると困っちゃうっすよね。あー、それね、嫌だよ。まあ、バルーンが通ればいい、気持ちいいよ。やなめ使っちゃう。おい、バルーンが落ちていく神相性で、相手もにっこり幸せですね、そんなに笑えて。よし、あれはなんかスケコウモリでいじめてあげようか。チク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 、はい、レイジで、よし。おい、こんなになんか相性いいことあるかな。なんだこいつ、マジ。はい、ブーメラすぐ逃げた。なんだ、ビビリか。さあさあさあ、いい出だしじゃないですか。まあ、なんかメガナイトだ、ペッカだ、ロイだ、ジャイだ、そういうタンク系はね、ペッカでしばきつつ、小物系来たらヤナアメレイジでしばきつつ、相手が回転早かったらね、こっちも回転早くペッカ出さずに回すとかもできるんで、意外と幅広く戦えそうな気はしてますが、どうでしょうか。まあ、これディガーぐらいで多分いいんですよね、程よくね。バルーンレイジまで行ってもいいかな、序盤意外と。さあ、スケドラ来る。ちょっとダメージ稼がしてもらってね。スケドラか、あー、ラバかな。めちゃめちゃラバっぽい気はしてる。やべ、なんでコウモリ咲いたのマジみんな思った。いや、ね、ちょっといい。絶対ヤナミいらんかったな。あ、そうだ、
スケドラってこれ強っ、ヤナメレイジ、ヤナメザップで残るようになったんだ。そういえば忘れてましたね。マジ持ってねえ今の。コスト使いすぎ。あとこやばいかな。ペッカ今回しかもボスキャラんでね。まあこれはちょっといい。ペッカコウモリが最強説ある。スケまで行っちゃおうかな記念に。ああめちゃめちゃ微妙だあれした。何レイジこれやばいです。なんかもうコストが軽すぎて何でもやっちゃいゾーンに入ってる。まあでもこれ穴雨で回収できるのはでかいよね。頑張れお前らならいける。気合で追ってこい、気合で追ってこい。よくやったよー。あでもこれ守れないんで。バルーン一発惜しいね。もう一回バルーンディガーでいけないかな許容で。いやーこのスケダラねマジ穴雨で飛ばないのガチ強い。いやーでも一発入る。地味に回転早い。だけ取って発射発射発射。えこれもう勝ってん友達よ。ういあぶねー。いやいいねこの回転早いからね。ペッカさマジ一回出したのがあれで一本折れてたらもっと楽でしたけどね。はいはいはい。なんでまあ相手がラバとかバルーンとかだったらペッカ出さなくてもいいね今みたいにね。さあだいぶ特殊ではあるがなんとかなる。ペッカを飾りにすればね必要な時だけ出す。もうディガーデッキ、ディガーバルーンスケドラデッキ。さあスケブー、まあゴレかスパーキーかそんなとこでしょう。おーいこういうのにも便利っすよね。一旦ペッカね多分幅広くね何にでも戦えそう。このデッキ高回転チンパンで。さあ、キョスケ。キョスケスケブか。マジわかんねえな。クローン的な。いや、めちゃめちゃクローン的な顔してるっすよね。これつけたらどうなんだろう。つけてみてのお楽しみみたいなのが。おちょっときつそうじゃね。嫌な雨とか取るね。アイスイズだとちょっと良くないね。この気持ち程度のスケで竹が、こっちんこん。おうい、まあ、いびつ処理できたし、いいでしょう。なんだこれは。キョスケ隠蔽、スケブプリン、アイビス。まあ、わからんけど、もう一回バルーン飛ばせば相手めっちゃきつそうだったりしない？で、こっちを攻めちゃう。え、さあ、ディガー読みスケブ。外していく。隠蔽空振っていく。マジプレイがメンヘラボコボコです。よし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 、まあ、こんな感じで相手がタンク系出したらペッカー出さなかったら一生自分から攻めて後から回収。まあさすがに諦めたでしょこんな。いや今の気持ちいいな。レイジちょっと強いんだよね。なんかぼちぼち使われてるっすよね。てか使われたらマジ嫌だしレイジ。まあ半径円か、円がちっちゃいんでギリ許せるっすけど、まあ、トルネもこんぐらいにしていいと思うんですよね。やっぱ強いじゃないですか私も。
大きさ小さくすればだいぶ解放になると思うんですけど。さあ気持ちいいね。ペッカの後ろにつけたバルーンがやべえ。勝手になんとかしてくれる。後からやれいじ打つだけ。さあジャイ系来てくれたら幸せになれそう。レイジが強い。レイジがさあ、まあ、ディガーもねえと暇だね。レイジで回します。便利なこっちゃ。2コスダメージ与えれます。ユーノね。ユーノザップか。もうペッカやん。僕ペッカですって言っとるようなもんやん。マジつれ。おぶね。無理やりでもこのコウムル延命したい。あーザップエレキビビね。おお、まあ、ペラム間に合わないもんね。これさ、これで終わらんかな。ラム来て。ラムねえわ。あ、終わらん。レイジで相手のペッカちょっと一発よし。ザップあったのね、ちょっと渋いんで、スケドラ出すかだいぶ悩むんですけど、これザップがどっちかだ。うん、そっち上だったな。耐えたいな、これ。言うのから。いやー、耐えれそう。OK。よし、タワー残ったことに価値がある。ペラム VS ペバルね。まあ、いやまあ、それ。いや、弾残すことに価値がある。よしよし。で、ザップだったんで、テンプル勇気なんですよ。まあ、そこに関してはちょっとでかいかもね。バルーンが通りやすい。まあ、でも、エレキベビで残りがファイボカライトかで、まあ、ライトでしょう。今、エレキベビもあるもんね。いや、地味に体育いるんですよね。もう迷いのないケツペね。エレキベビの突破がむずいね。もう絶対読みザップやん。やべ、こんな簡単に下ろしたら絶対だ。落とさせちゃダメだったね、絶対。あ、ポイなんだ。まあ分かったとて嫌なんですけど。まあ嫌っすね。俺なんかでもちょっと回転が早いんで、その子のご利用しでなんとかならんかな。レイジだとは。いや、ディガも欲しいんですけどね。もうディガ、レイジで、レイジで頑張れん。いや、レイジ一発気合い。しかもあの爆破にエレキ当たってくれる幸せ。もうちょっと変えたいね。これ次はね、バルーン行くとね、良くないよね。よし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 。いや、めっちゃめっちゃめっちゃ。ラムいるんだね、今は。いや、これペッカ強えわ。無限にペッカ出してるだけだもん、今。さあ、もうペッカゲーやね。いや、で、これまた同じっすね。ラムあるんで、今はバルーンじゃなくて、ユニットで行って、あいつの芝生が優先。ここさえ仕留めれると、一生スケドラ飛ぶんですよね。あれでラムが腐るんですよ、こうなると。あ、で、ラム裂いたら、もうペッカ出して、バルーンで、ぐっちゃぐちゃ、うじいじいじゃない。まあ、その位置だったら先に溶かしてもいい。あー、めっちゃいいポイズンです、これは、ちなみに。良すぎてビビる。でも、いや、良すぎるね。ペッカとか来たら終わる。来んな。よしよし。いや、流れがめっちゃいい。流れがめっちゃいい。ここでもう一回、ポイズン回るかな、相手。ジムザね。いや、このコウモリめっちゃ良くない？いや、ザップ強いって。ちょっと怪しくなってきた。こういうのはおしゃれなことをして、ピンチになろう。なんでピンチになろうとしたの。
マジやばくね。マジやばくね。マジやばくね。大丈夫これ。大丈夫そう。大丈夫そう。あぶねえ。いや絶対調子が悪いました、あのベッカ。危なすぎる。まあクララには5分という時間制限があるんだね。それも全て計算通りということで、はあマジで危ねえかった。いやでも高回転ペッカちょっといいね。高回転ペッカ相手がだからペッカ受けとか少ない相手にはね、もうバルーンとかも出さずにペッカだけを出しまくる。あーハゲるねこれ。真っ向勝負無理。あのエリババやべ。いやまあ痛いっすけどね。だいぶまあだいぶ痛い。本当に痛い。本当に痛いけどギリなんとかなってくれ。なんでファイブやな。いやこれね、相手のデッキ分かったのめっちゃでかいよ。でもインドライドラが多分インドラいないっすよね。この流れライドラしかいなくてなんか気持ちよくなってますけど、これありますエリゴレ。ダクネヒーラーでヤファイボってことはだいぶカードねえぞ。もうスケドラで芝居ちゃってライドラだけやめてほしいな。ゴコスバルーン左行きたいけど右に一旦レイジだけ添えようかな。あーまあそれあるの励ます。ちなみにいやー全然もうちょっと残ってほしいけど、ペッカ残してえな。あーそのファイブマジ強えな。あーやべえこれ。ちょっと待って、やべえんだけどこれどうしよう。先生先生これ耐えれない。いや無理だよね相手。うっペッカがペッカがハーレム。うーんいやもう呪文多いって。ああなるほどね。そうだった今エリゴレ強かった。ダクネヒーラー感覚でしたね。うわー最近やってたことが全部自分に返ってきてる。まあエリゴレはもうそんなもんですよ。使っとけ使っとけ。マジで嫌な気分になるわ本当に。エリゴレだけはね、エリゴレだけはね分かってても止まんないしね。あれだけなんか別世界だよね。本当にもうエリゴレだけのサーバー作ってくれ。エリゴレ使いが楽しくエリゴレ勝負できるそれ以外のサーバー作ってくれ。エリゴレだけ別、あいつらあいつらで好きにさせてくれよ。俺らも一緒にすんな。ということでアチク色服でーす。何がオットなんだよ。こっち今お怒りだぞ。アチク急いだなあんた。あこれもうグッドゲーム。あんたアチク急いだな。バルンがポンポン。え？マンナ早くない？まあ、マンナ早いって。折れていいぐらいだったら。ファイスとか来んなよ。消えてくれ、早く。全然消えん。うっ。さあ、まあ。これまた、まだバロン行ったら、ええ感じにならん？大砲デリで守られちゃうか。なんもないとね。
一回これ落ち着こう。これ冷静になれば絶対勝てる。はいはいはい、しっかりスケドラの範囲でしばかせていただき、いただきまして、こういうのはどう？うざくないですか？うざさだけを極めたバルーン。いやマジ、アーチャクイドアの感想が早い。人が知らない一発早いよね。あーまあ、いいよ。あ、これアーチャクイが延命されたことによって、この後のバルーンディガー、バルーン確定で一発届かんかな。で大砲に巻き込まれない位置のディガーで、もうディガーで勝つ。あー次を見据えてるねそれ。え、回る感じちょっとやばいんですけど、それ回る感じ出されちゃうとちょっと笑えないんですけど。ちしかもディガーも拾われて、やばいやばい、おお危ない危ない危ない、ビビらせんなビビらせんなビビらせんな、厳しいだよ本当に。あちぐい警戒。いや絶対きつい相手、あちぐい出したらもうバルーン普通は止まんないもんね。まあ一応なんかあちぐい怖いんでね。さあこっからよ、もうケツバルーンからの2周目バルーン。え、それさ何も学んでなくない？止まんのかね。え、いや完璧に抑えてくる。いやでもアドがいや楽しい、これ相手あっちくりしかいねえからさマジしんどそう。いやそうなんですよ正解は。でもそうすると右サイドもあるやんつって、相手のケツ出してヤナム削りして、これさ、もう圧着衣をあえてあそこにいらせてあげるの優しいから。でバルーンマジで圧着衣が、圧着衣のせいで、圧着衣が残っちゃってるせいで何もできない相手。はい、圧着衣出したらダメでしたね多分知らんけど。いやこれはねいいね、バルーンの強みというかね、圧着衣の弱みが出てましたね。やべ、バッテリーでマッチングしたのに再起動した。 LSP LSP ってことはもう、あーこれ引きこもりインキャマンだ。俺は絶対嫌い、お前だけはボコボコにする。エリポンクロスです、引きこもりインキャマンです。これえぐくないこのデッキ、何が楽しいん、マジ何が楽しいん、何が楽しいん。あーマジでやだな本気で。あぶねー、あまー時代右こもりインキャマンだ今日こんなんやばっかだ、なんかエリゴレといい、エリポンクロスといい、まあ楽しいならいいと思うけどね。間に合ってた、やばい。まあでも勝つけどね俺は。だってさっきのアチクイ見たっすよね。いやでもサイクルアドやべえ、これこのディガーエリポンに出しておけば幸せだった。アドやべえアドやべえよ、ちょっと待ってくれ。なんで相手だけ2周ぐらい使えるやん。いや耐えたらねマジであるんですよね本当に。だってバルーンきついぞ相手、あちゃくい探して、いやマジできつい。
うわもう一周回そうとしてるやん。あります。可能性あります。幸せになりたい。めちゃくちゃいいコウモリ。うわあ。来たんじゃないよ。おい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 。エリポン？エリポンどこ？エリポンは？え？エリポンどこ行ったあんた。あんなにいっぱい立てとったのにね。立てただけか。いやーでかすぎる。ちょっと待って、エリパクロスマジで嫌いなの。幸せ幸せです。